三号目から望むいぶき山スキー場いぶき山スキー場は滋賀県米原市上野にあったスキー場。2010年にスキー用のリフトなどが撤去され閉鎖された。1956年大見鉄道の運営により開業。しかし、親会社の業績不振、スキー人口減少等により2005年10月31日に一旦営業を終了した。その後、 地元からの強い要望もあり、スキー産業関連の企業集団ピステグループの運営会社、ピステジャポンが引き継ぎ、12月23日から営業を再開、名称もピステジャポンイブキに変更された。しかしながら、スキー人口の減少、運営会社の経営難、近年の地球温暖化に伴う積雪量の減少などの原因が重なり2008年以降休業し、 2010年には、スキー用のリフトが撤去されて閉鎖された。麓から3合目までの伊吹山コンドラは、その後も登山、観光用に夏季に、季節運行されていたが、2011年夏季は当初、HP などで運行を予告していたものの、すべて運休となりそのまま廃止された。なお、リフトコンドラについては、国土交通省近畿運輸局へ、鉄道事業法に基づき休止を届けている。 ゴンドラと4本のリフトにより5本のコースとキッズゲレンデが設定されていた。ピステジャポンに引き継がれる前には下記のコースが展開されていた。このゲレンデが閉鎖される経緯は南向き斜面である上に気候変動による気温の上昇で積雪が少なくなったこと等が挙げられる。また、セメント工場によって風向きが変わったことも積雪現象の原因となった。 郵便番号5210312滋賀県、前原市上野1855。ありがとうございます。